今日はこれから柴又帝釈天に行きます。で、そう、今日はマスクをつけてます。もう最近花粉がひどくて、日本は2月頃からスギ花粉が大量に飛び始めるんですよ。昔、戦後大量にスギを植えて、それが伐採されずにそのまま残ってるので、この時期になるとめちゃくちゃ花粉が飛びます。もう目もしょぼしょぼしてて、最近はコンタクト入れずにずっとメガネ生活してます。今日はね、撮影なんでコンタクト入れました。まあ今日、雨降ってきちゃったから、多分マスクいらないかなって感じなんだけど、ね、もうゲホゲホしちゃうんで、クシュンって。今日はマスクをつけてます。海外の方が日本に来たらびっくりするかもしれないんですけど、今でも東京では7割ぐらいの人がマスクをつけてるイメージです。まあ今は花粉の季節っていうのもあるんですけど、それ以前からマスクをつけてる人は結構いました。というか、もう海外の方からしたら想像もつかないかもしれないんですけど、コロナ前からマスクをつけてる人結構いたんですよ、日本って。ね、どういう時につけるかっていうと、例えば風邪をひいちゃって他の人にうつさないようにつけたりとか、あとは女の子だとメイクしてない、まあ、すっぴんの時につけたり、あとは見た目を気にしてる方がつけたりとか、あともう単純に知り合いに見つかりたくないからつけるとか、顔を隠す目的でマスクを使う人って結構います。ちなみに私は超ズボラなんで、化粧してない日に顔を隠すためにマスクをめっちゃ使います。まあ、この時期は花粉だけど、なんかちょっと雰囲気出てきました。お店がポツポツ出てきた。もうちょっとで到着かな？多分。あ、ありました。柴又帝釈天の参道を発見。早速入りました、参道に。すごいいっぱいお店があって、川越とかみたいなのと同じ感じかな？ちょっと違うか。でもイメージそういう感じかも。食べ歩きが結構できるらしいので、食べ歩きを今日はします。そう、実は今日は3連休の最終日なんで、多分雨じゃなかったら人がめちゃくちゃいたと思うんですけど、今日雨降っちゃったので、だいぶ人は落ち着いてます。すごい、めっちゃいい匂いする。まだお昼ご飯食べてないので、一旦ちょっと一回通ってからまたちょっと何食べようかなって見ながら行きたいかなって感じです。思ってた以上にかなり短い参道で、もう一番奥に到着しました。柴又帝釈天。あ、ちょっと今日わざわざ透明の傘にしたけど、やっぱり映らなかった。こんな感じですね。では中に入ってちょっと行ってきます。しっかりお参りしてきました。そう、びっくりしたんですけど、お参りした後ちょっと境内歩いてみたら、お守りの自販機があったんですよ。で、しかもキャラクターのお守りとかもあったし、いろんな種類のお守りが自販機の中にあってびっくりしました。社務所が閉まっちゃった、あとは自販機で買えるようにってことで自販機があるみたいです。びっくり、初めてお守りの自販機見ました。じゃあこっから食べ歩きをしていきます。楽しみ。何から食べようかな。とりあえず、有名らしいので、お団子を探します。どのお団子なのかわかんないけど、お団子が食べたいです。どこにあるんだ？なんかね、本当にいろいろありますね。寒いですね、今日は。とっても。え、待って。もなかあった。もなかもいいな。どうしよう。いつもこういう時すぐ決められないんですよね。お団子あったからとりあえずお団子食べよう。お願いします。はい。はい。ありがとうございます。お団子。ちょっと待ってください。やばい。雨の日大変だ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと両手が塞がっちゃってパニックになってたんですけど、無事にお団子を買うことができました。草団子を買って、このお餅の上にあんこがめっちゃ乗ってます。もう傘は諦めました。とりあえず食べるときは いただきます。じゃじゃーん。ちょっとね、このビニールシートを取るのが難しいです、片手だと。あ、取れた。よし。じゃじゃーん。いただきます。うん、うん、うん、とっても美味しいです。
もっきもき。さっきまですっごいあったかかったです、これ。でも傘差さなくなって冷たくなっちゃった。おいしい。ちょっと雨宿り行きたいな。見ます。さっき、まだ開いてない。雨宿りスポットがあったから入れるかなと思ったら、考えてることはみんな一緒でした。まだ埋まってます。すごい、まつげに水滴がたくさん。おいしい。地味に雨の日の撮影って、葛西臨海公園以外多分なくて、傘持って撮影するの初めてなんですよ。こんなに大変だと思わなかった。傘を差したくて、急がい。もう寒くて、ろれつが回らない。傘を差したくて、急ぎ足でお団子を食べ終わりました。めっちゃ美味しかったです。でももう寒すぎる。本当に。でも本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあ続きに行こう。ね、このペースというか、このノリだと、もう今日は食べ歩きは難しいんじゃないでしょうか。食べ歩き、無理かもしれない。片手で全部できない。なんで、お腹空いてるのに。もう今の一連の流れで、とても、とてもとても手が凍えました。でも美味しかったから大丈夫。マスク外そう。もちょっとやだ、アゴマスク。オッケー、しまった。でもこの調子だと本当に食べ歩きができないからどうしようかな。ちょっと見て回りますね。大好きなくず餅のところは屋根がついてるから食べられそうだ。食べる。大好きな船橋屋さんのくず餅、今日は黒蜜きな粉にしました。いただきます。いただきます。やばい。蜜がとろっとろ。本当に黒蜜ときな粉の組み合わせは最高です。これは食べ歩き用だから3切れ入ってるみたいです、カップに。これで250円ってめっちゃ安く感じる。完食。ごちそうさまでした。船橋屋さんのくず餅、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ちょっとね、これ以上は食べ歩きはもうちょっと不可能だと思うので、ちょっと駅までお散歩してみて、なんかあるかなーって見てみます。ちょっと駅まで歩きますって言ってからまだ30秒ぐらいしか経ってないんですけど、もう駅に到着しちゃいました。参道もめっちゃ短かったけど、駅までもすごい近いみたいです、参道から駅も。で、これが寅さん。ここは寅さんが有名です。ちょっと今日はもうこれ以上食べ歩きできないし、めちゃくちゃ極寒なので、お家に帰りたいと思います。すごく今日は短くなってしまいましたが、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ちなみに駅こんな感じ、普通の駅です。じゃあ本日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。